社会民主党はデンマークの政党。自党のイデオロギーを民主社会主義とする中道左派政党である。100年以上の伝統を持つ、進歩同盟に加盟している。1871年の創設。1924年総選挙において36.6%の得票を得てデンマーク最大の政党となった。この時初めて政権を獲得し、 トルバルト・スタウニングが首相に就任した。これ以後、数年の期間を除いて、1982年まで国政を担い続け、デンマーク社会の発展に貢献してきた。最近では、1993年1月から2001年11月まで、ポール・ニューロップ・ラスムセン首相の元政権の座にあった。2001年の総選挙で、議会第一党の座を、 アナスフォーラスムゼン率いるデンマーク自由党に奪われて、以降、2005年、2007年の総選挙と連敗。ヘレトーニングイコールシュミット党首の下に挑んだ2011年の総選挙では、第一党こそならなかったものの、野党の中道左派連合が、与党の中道右派連合の議席数を僅差で、上回った。これにより10年ぶりに、政権へ復帰するとと,ともに、トーニングイコールシュミットが、 デンマーク政治史上初の女性首相に就任した。2015年の総選挙で第一党になった者の,の敗北、トーニングイコールシュビットは党首を辞任し首相を辞職した。公認の党首にはメッテフレデリクセンが選ばれた。社会民主主義を掲げる政党だが、雇用、労働政策においてフレキシキュリティの導入に尽力するなど、柔軟な面も合わせ持つ。ありがとうございます。